通算652セーブの MLB 記録を持つマリアーノ・リベラ2018年5月5日に史上最速で300セーブクラブ入りを果たしたクレーグ・キンプレル300セーブクラブとはメジャーリーグベースボールにおいて通算300セーブ以上を達成した投手の集団2020年シーズン終了時点で30人が達成している史上最速の達成者はクレーグ・キンプレル メジャーリーグベースボールにおけるセーブは、1969年に正式な公式記録として認められるようになり、1973年からルールブックに正式に記載されるようになった。MLB では、1976年にローレーズリリーフマン賞が2005年に最優秀救援党首賞がそれぞれ制定された。 特にマリアノ・リベラ、トレバー・ホフマンは長年にわたり、球界を代表するクローザーとして活躍して、最優秀球員投手賞は2014年に、マリアノ・リベラ賞、トレバー・ホフマン賞とそれぞれ名称変更された。300セーブクラブを達成した30人のうち、7人がアメリカ野球殿堂入りを果たしている。ただし現状として、リリーフ投手が、 野球殿堂入りするハードルは高いとされており、一例として、ホフマンの野球殿堂入りの実現は、候補選手のノミネートから3年目のことであるほか、かつて通算セーブ数の MLB 記録を保持していたリースミスは、アメリカ野球殿堂の全米野球記者協会による投票ではついに選出が叶うことがなかった。ありがとうございます。